はようございます。今日は僕の一日を撮っていきたいと思います。練習が9時からなので1時間前に着くように車で行ってます。うわ、いい、これ絵になるわ。たしかにビルドアップの時は俺がもし落ちた時はもううちくん、うちくんもウィングバックのね、叩いちゃう。あれ引き去年みたいなあれ感じ。だから教授の鳥が。ここが今日の練習グラウンドです。今日も頑張ります。初めての点30、タッチ目オープン。ゆっくりと起きて5回、胸開いてよ。4分55、同じ方向注意、同じ方向中、しっかり持ち上げるよ。ゆっくりと起きて、しっかり持ち上げる。スタート切る。後ろ前、後ろからターンしてるよ。ターンしてターンは1回落とすよ、重心落とすよ。重心高いまま回らんようにね。あとはそれぞれ10秒間、20秒間マックスに動いてよ。ワンチーム、ワンチーム、ワンチーム、はい、こう、よし、6、7、8、9、10、やらせて。はい、ターンして、はい、やばい、
切り替えな。もうちょい下やな。そうそうそう、そここれで一周は。塩マルジェラの最後どんぐらい使ってます？去年のためせっかくやりにくいよ。昨年の年末で作成したから。そうね。海ヘルと何がありますか？お店。袋。7ヶ月コースのレビューなんかじゃあ、それどうなんかちょっと使わないヤップほら、お前、ほら、お前ちょっとやるうん2番目はもう2番目はね今日は愛媛 FC のスポンサーである富士山に買い物に来ました。日用品を買いにハンプティダンプティさんにやってきました。いい刺激っす、これすげえ。これ欲しいな、本当にボイトレ歌うまくなりたい。これ何なんだ、いいのこれ。将来こんなことしたいですね。最近朝自炊始めたんで、やっぱ食器気になりますね。なんか木っていいっすよね、食欲がそそられる。明日の朝ごはんを買いに来ました。通りなんですよ。あ、社会人になってからは数回飲みました。でも苦い思い出しかないです。ビタミン野菜、今日はポンジュース美味しいよね。いや僕あれなんですよ、趣味っていうかこういう薬局とか富士山とか行ったら芳香剤とか分かります？芳香剤こがしてもなんか自分に合う匂いを日々探し続けてます。ちなみに今使ってる芳香剤はありますか？これめちゃくちゃおすすめです。
使ってる。めっちゃいい匂いする。このひまわりいい匂いですよね。あの広島の1年目とか自分で洗濯してたんですよ。だから自分の柔軟剤使うじゃないですか。だからこのファンサービスの時に河村選手どこの柔軟剤使ってるんですかって聞かれることが多くて、ちょっとここにはないっすね。ここにはないんですけど、レノアかどっかおすすめですね。でももう匂いのことなら僕に任せてくれるよ本当に。匂いフェチです。たまにすれ違った人でこう通り過ぎじゃないですか、めっちゃいい匂いしたと思ったらおじさんとか多くないですか。いやいやいや、それも柔軟だ。意外にあるんですよね。めっちゃいい匂いしたと思ったらおじさんだったんで。見つけました。いつもサポートありがとうございます。寝る前に体温を測って今日一日の行動記録を記入してトレーナーの方に送っています。